イージマウミヘビは、コブラカカメガシラウミヘビ属に分類されるヘビ。有毒とされている。特定動物。日本、台湾、フィリピン。ちなみに、フィリピン海以南には、同族のカメガシラウミヘビが生息している。全長は50から90センチメートル。体型は、やや太い。体色は、単光色で、黒い横縞が入るが、帯の縁は不規則。頭部は丸みを帯びる。 尾は、側変する。尾光は、頭の上部についている。唇の鱗は分厚く、硬質化している。上陸はしないが、腹板は、幅が広く、V 字型をなす。本種は魚卵を主食としているため、生きた動物を捕食することはない。そのため、毒牙や毒腺は退化し、唾液もほぼ無毒化されているという。ただし、海蛇には似た形態の種が多く、 猛毒の他の海ヘビとの判別は慣れた人でないと難しいので種の判別に自信がないなら触らない方が良い。海洋の沿岸部に生息する。完全水性で陸に上がることはない。中高生。食性は動物食でスズメダイやハゼ、イソギンポ等の魚の卵を食べる。分厚い唇板で岩やサンゴから魚卵を剥がし取って捕食する。繁殖形態は 卵体制で1回に1から5頭の幼、蛇を産む。ありがとうございます。